日本のお正月といえば、書き初め。毎年書き初めをしてます。今年もいつもと同じように書き初めをしたいと思います。皆さんご存知でしたら一緒に書き初めしてください。それではいきます。丸書いてちょん。丸書いてちょん。お豆に芽が出て植木鉢、植木鉢。6月6日に UFO が、あっち行ってこっち行って落っこちて、お池が2つできました。お池にお船を浮かべたら、お空に三日月のぼってた。あっという間にドラえもん。今年も無事書き初めができました。それでは。